はい、山梨で、ペンシル R っていう前髪切る方法をやっていきます。前髪を内巻きに入れたい場合に使っていきます。ちょっと分かりづらいんですが、前髪を持って中の側面を切ってくるんですが、このままじゃ切れないんでねじってここに R のラインを入れてきます。その時にこっちに流したい場合はこっちの方が長くなりますんで、こっちにオーバーダイレクションさせながらこの側面を R 入れてきます。その時に指で、実際したい場所に行くようにちょっと作ってやっていきます。実際収めたい R を一度指で作ってからハサミを入れていきます。切りすぎちゃうと穴が開いちゃうので気をつけてください。 R を作ってこっちの側面を切ることによって中にこのミリ単位のイングラが作れます。この時にまっすぐのラインじゃなくて少し R を入れたラインでカットしてあげるとより内巻きに入りやすいです。